デリヤキのデッドバイデイライト。今回はレイス君で遊んでいきたいと思います。このレイス君、私ライブでよく使います。私は非常に信頼しているキラーです。まあ何を信頼してるかって言ったら、その能力ですね。非常に見つけやすい。さあ追っかけよう。こっちか。ほう。あれ？あったあったあった。はい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 。板があるうちはぐるぐる回るサバイバーが多いですね。そして板が潰されたら離れると、そういう習性があります、うん、よし、クモパーク。今回めったに僕使わないんですけど、クモパークを持ってきております。今のが、おっと、聞こえたぞ。よし、吊り下げましょう。いい調子だ。今攻撲することによってクモパークのポイントが一つ減りました。攻撃すると1ポイントを消費します。まあレイスはね、結果にコミットするキラーですね。で、実は僕、このよくさ、ライザップの CM で結果にコミットするって言ってて意味分かれへんかって調べてみた。今聞こえた、聞こえたね。宝箱漁っとんな、これ地下で人が釣られてるというのにのんきなもんだ捕らえるぞ、ゴー。よし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 。そしてそれを見た仲間が安心して吊り下げ台から救出すると、こういう流れだな。はい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 。よっしゃ、遅かったね今のは。死角から入ったからね。よしよしよし。まだおる、まだおるぞ。近くにいてる。おった、ほら見えた。よし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 。はいはいはい。あー、いける。おい、吊り下げましょうかね。吊り下げよう。はーい、はい、さーい。結果にコミットする。お、助けた。コミットとはコミットメントっていう意味のようですね。約束する。つまり結果にコミットするとは、まあ結果を出すために最大限ね、貢献することを約束するとか、そういう意味のようです。まあ僕にとったらね、結果を出すためにかなりその貢献してくれるキラーということでね、非常に信頼しておりますこのレイス君は。何せ追っかけやすい。ほら左行った。おっと、危ない危ない。当たりたくないからね。よしよし、まだ追っかけれてます。そろそろ仕留めていきたいな。お、ターゲット変えよう。ここら辺柔軟に。オッケー、よしよし。はははは、吊り下げよう。バスーッと。お、助けられたか。はーい、よし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 。
まあ、うん、助けさせてあげるけれども逃がさないよ。私もね、残り発電機が2つしかないんですよ。ほら、よいしょ。ジェイク、まあいいわ。先に仕留めるのが先決だ。よし。お、あんまり今の爆竹は意味がなかったんじゃないか。まあ俺もよく使って失敗するからわかるけど。ケイ、さあそろそろ全滅という目的にシフトしていくぞ。おい、あと3人。いつも私が全滅しているペースで言うと遅いですね。お、釣ろうとしてるな。引っかかったと思わせてやろう。うん、もう体力ないからな、釣られてるやつの。よし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 、思った通り。オッケー、引っかかってる、いける。おっしゃい、いけたいけた。ん、ああ、なるほど、ジェイクが回復してる。よし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 、このまま追っかけよう。ジェイク君、チェックメイトだ。はい、ということでゲームオーバーですね。ディサイシブストライクとか、まあおじいちゃん固有のアンブレイカブルとか持ってなければもう終わりますね。こういう複数ね、あのダウンしている時にアンブレイカブルっていうのは活躍できるんですよね。ん？どうやら持ってなさそうかな。まあ、そして、まあ、まさにこういう時にディアストーカー、一番右のね、シカパークはこういう時に効果を発揮するわけですよね。見失わない。まあ体力がなくなるまで放置するという方法もありますけど、まあお互いにとって時間が無駄ですからね。まあできるだけやりたくない、そんなことは。あ、牛さんだ。僕は昔はだからホラー映画よりもあのハンニバル・レクターって言ってね、まあ、これも小説の中の話ですが、ロバート・E・レスラーという、まあ、元 FBI 捜査官の、話を元にした連続殺人犯の話、羊たちの沈黙ですね、この映画かな昔。ああ、こういう映画面白いなと思ったのはね、うん、はい、ということで今回もね、遊んでまいりました。なんとか最後ラッキーな感じでね、連続して倒すことができましたけどね。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。また、お待ちしてます。ではバイバイ。